私は、はい、あのスパゲッティのことを、うん、とにかくスパゲッティって全部言ってたんですけど、うんうんうん、いつからかパスタっていうようになって、あ、いつからか、うん、で今度パスタになったら、はい、いろいろマカロニサラダのマカロニみたいなやつも、はい、ペンネっていうのがあったり、こうくるくるしたのがあったり、うん、いろいろあるっていうことが、うん、だんだん分かってきて、はい、それぞれに名前があるっていうことが分かってきて、うんうんうん、そしてあのパンも硬いとなんか全部フランスパンみたいなイメージでいたけど、はい、バゲットって言ったり、はい、いろんな名前があるっていうことが少しずつ分かってきて、うんうんうん、そしてもはやじゃないや、うん、まして、うん、いや最近は米粉パンとかいうのも食べてみたら美味しかったし、はいはい、でこの間はあのナン、ナンね、ナンっていうのを、うん、あの自分では関係ないと思ってたんですけどなんとなく、うん、あの本格的かどうかよくわからないですけど、とりあえずナンっていうタイトルで売ってるものを買ってきて、はい、トースターでこう焼いて食べたらすごく美味しくて、うんうんうん、なんかもう美味しいものっていっぱいあるんですねっていう話です、うん、そうだね、はい、名前もいろいろあってきっといろいろそれをね一つ一つ調べたら、うん、いろんなことが分かるんだろうし、うん、つながってるなとか発見もあるんだろうけど、うん、今はもう美味しいっていうことだけで結構もう十分ありがたみを感じてるのであ、うん、まあ、そうだね。でも名前は多分最初は本当に大雑把なところから、うんうん、本当にね昔は食パンかフランスパンかぐらいの区別しかなかったじゃないそうそうそう、あと菓子パンねそう、あとはね、うんうん、まあ、何でもそうだよね。食べ物に限らずさ、うんうん、まあ、あの自分の分かることといえばそのギター一つとっても、はい、いろんなあの形があって、それは別に形が違うという意味で作られただけではなく、うん、それぞれにこう誕生の由来があるからそういう形になってるわけだったりとかさ、うんうん、でもまあ最初はあのただのギターじゃんそうだよね、うん、そうだね、うん、時々こうやってなんかこう掘り深掘りしてみたくなったりして、ああそうですね、そうするとなんか面白かったりね、そうですね、しますね、はい、砂に掘った穴っていう歌もありましたけどそうですねあ、毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ララララララ、この歌をあなたと夏気にけらし海と山のアンソロジー。おはようございます、チョコ&チコです。アンソロジー2日目です。今日もよろしくお願いします、はい、いいですよ、はい、準備体操しましょう。はい、ぐるーん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 ぐるー、反対回しです。ぐるー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 、はい、ヒューストンです。
しましょう。そして水分補給です。それでは歌っていきます。はい、今日も海の歌山の歌、3曲から今日限定のテーマをね、探し出していただきたいと思います。限定っていう言葉に弱いんですよね。今日限定です。はい、はい、それでは今日の1曲目は、月見草の花という童謡ですね。はい、これは遥かに海の見える丘というところからね、始まります。みかんの花咲く丘というね、童謡がありますが、これがまあ昼の風景だとすれば、何か全然ね、作者も全然違うんですけれども、そのみかんの花咲く丘のなんだかこう夜の風景みたいなね、感じがしますよね。はい、はい、そんな童謡で、まあ昨日は月夜というのがテーマだったんで、まあちょっとそれをそこから続いて、この歌で始まるみたいな雰囲気ですが、たまたまですが。それでは行ってみましょうか。はい、お願いします。
目です。はい、2曲目は日野照子さんの夏の日の思い出です。はい、これは季節は冬なんですね。うん、冬の浜辺で、うん、夏の日のことを思うという歌ですね。日野照子さんといえば、まあ、ハワイアンという感じですが、はい、うん、この歌は、まあ、音楽的にはどちらかといえばちょっとこうラテンの雰囲気といいますかね、うんうんうん、その哀愁というか、はい、うん、でもこうムード歌謡なんかにも通じますけど、このハワイアンとラテンというものがね、うん、こううまい具合にこう混ざった感じというのはね、非常に心地よいものがありますよね。はい、うん、なのでちょっとその雰囲気にも浸りながら、うんうん、まあ、これもちょっと ね、月が出てますけれども、はい、今日も月ってことあるんだろうかなんてね、ないでしょう思いながら、はい、はい、行ってみたいと思います。はい、3曲目は思い出の渚です。さあ、まあ、この歌ってこうコーラスとかハーモニーってすごく印象的じゃないですか。あ、うん、はい、それがなんかこの歌の歌詞に出てくる歌の中の風景のこう波音とか、うん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 、潮騒といいますかね、はい、なんかそんなものを感じさせてくれて、うん、そうですね、うん、そうですね、なんか本当にこのなんか情景の中に、そうですね、入っていっていくようなね、うんうんうん、錯覚を覚えるのがまた心地よいというね、はい、はい、
ではじっくりとこれを味わってからということで、はい、行ってみましょう。しっかりこう、うん、なんかゆったりしちゃったんですけど、ゆったりしちゃいました、ね、ましたけど、うん、あのテーマの発表に行きましょう。はい、はい、お願いします。はい、今日のテーマは、うん、はい、思い出でした。わかりましたよ。そうですね、今日はもう、うん、あの2曲目3曲目はタイトルにも入ってますけれども、うんうん、1曲目の月見草の花はね、はい、まあ、歌われていることもちょっとこう振り返ってる感じもありますし、そうですね、うん、また振り返っちゃいました。そう、思い出の丘っていうね、歌詞もあります。そして、夏の日の思い出はまさにね、冬の浜辺で夏の日を思い出すと、そして思い出の渚、これはあのその思い出のその情景から何年経ったのかどうなのかちょっと分かんないですけれど、うんうん、同じ場所に来て思い出している感じなのかな。そうですね、うん、きっとそうだと思います、うん、まあ、そんなわけで今日は思い出って大切なんですね。そうだね、いっぱいこう歌の中に出てきますもんね。そうだね、特になんか印象だけど、はい、その夏の出来事っていうのを、うん、後でなんかその幻のようにこう思い出すというか、うん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 、っていう歌とかね、うん、そういうものって結構ありますよね。なんか本当にそうですね、うん、夏ってなんかやっぱりこう一つ、そうだね、幻がつきやすいですよね。幻とかね、うん、なんかその仮初め感がありますよね。あ、なるほどね。、うん、
はい、というわけでした。はい。はい、ではお便りに参ります、はい、レスポワールさんからこれは22日とちょっとごめんなさいね手が19日、はい、いただいておりました、はい、19日はね道についていろいろ書いてくださってるんですけど、うん、その一部を読まさせてください、はい、近所の道はどうも平らではない道が多いようです舗装してあってもその人がその下が平らでないとデコボコしています。水たまりに入らないと通れないところもあります。あるある歩道だとマンホールがあったり缶が捨ててあったりします。何も気にしないでどこまでも歩ける平らな道はないでしょうか。すごく私もそう思って思わず読みました、うん、なるほど、うん、本当ですよ ね、本当、うん、どうしてもこれしか幅がないのにあそこは水たまりなんですよっていうところあるんですよ、はい、あるね。そう、うん、なんですよね、うんうん、そして22日の方は、はい、この日テーマは幸せでしたってことで、はいはい、あの蛇の目で迎えに来てもらう、うん、友達と話すなど、うん、ちょっとしたことが幸せなのかもしれません。その時に自覚できれば素晴らしいです。あでね本当にそう私も思いました。そう深いね。後で考えればあの時は幸せだったなっていうことがね、うんうんうん、そうですよね。それでもう一つだけあの、はい、6月22日満月だったんですけど、はい、ストロベリームーンっていうね、はい、言い方があるんですね。月ごとに満月の名前がついています。ロマンチックですね、うんうん、そして6月21日の月は綺麗でした、うんうんうん、私も多分この日だと思うんですけどすごく月綺麗だなって思った日があったので、うん、そっかストロベリームーンって、うん、もうなんかお菓子のお菓子とかケーキの名前につけてもらいたいぐらい美味しそうですよねストロベリーになんかこう引き寄せられすぎなんじゃない。あとムーンもなんかこう、まあ、ムーンライトってなんかねビスケットあったよ ね、 それね。ああありますね、うん、なんか丸くて黄色くて、うん、でなんか可愛らしいものって美味しいものが多いような気がしちゃうんですそうね、うん、ロマチックで美味しそうでございます。お便りありがとうございました。さあ明日も続いていきますね、はい、アンソロジーね。そうですね、はい、明日も元気にお会いしましょう。チャコ&チコでした。